アクトレスガールズ YouTube チャンネルをご覧のお客様、こんにちは。こんにちは。長谷川よしこです。清水ひかりです。なんとひかりさん、イエーイまさかの組み合わせですよね。ですね、はい、初楽しみです、はい、これからニコプロさんに一緒に向かいます。こんな感じでいつも撮影してるんですね。そうなんです。移動橋着きました。ニコプロさんに行きます。行ってきます。2人とも怪しいいろいろ、もう格好もやけど、はい、カメラの感じもライトがちょっと恥ずかしいですねでも光さんとこうやってご一緒するの初めてですよね。初めてですねちょっと楽しみ。なかなかそのカラーズさんと関わるっていうのが、あ、そんなに多くはないですね。ないですよね。あんまり試合でもそんなに戦ったことないです。ないですよね。はい、アクト大会でちょっとあるかないかぐらいの感じですよね。そうですよね。ニコプロさん自体もそんなに最近行ってなかったから、はい、何回目ですか今回。何回目やろう。3、4、5、3、4私今回3回目なので、はい、同じくらいですかね。でもうちの1回目とか多分めちゃめちゃ何年前って感じだと思うね。あ、そうなんですね。あ、女ありましたっけ。え、プロレス、ね、新日の、なんかできてる。もう見えない見えない。アクトレスガールズショップはできるのかな。アクトレスガールズショップ作りたいですね。ひかりさんのは、私ひかりさんのイメージが完全にエロいイメージなんで、そう、なんかそういうの作ってほしいです。そんなことはないと思いますよ多分なんかエロカワが一番合う言葉なイメージで、言われませんか。言われませんこんな初めてこうやって粋でエロいっていうのも失礼ですけどここを曲がってそこかな。もう着きましたね。着きました。よかった、雨そんなひどくない。到着。お疲れ様です。お疲れ様です。よろしくお願いしま す。ここが現場です。初めての公開ですか。そんなこともないですか。ではないです。あ、全然違いました。アクトレスの YouTube では初めてですね。おお、新しいの出てます。いた、ここですね。あ、いた。ビギニングカラーズ、ただいま準備中です。ひかりさんが大阪大会のカード発表のために書いてくださってます。書くの嫌い先輩に任せる後輩。あ、やばい、これタイさんだけで終わっちゃうのかバランス、バランスが、あれ、タイさんだけで終わっちゃう。あれ、 VSG、綺麗です。綺麗じゃないです。お酒飲みます。飲みながら配信します。めっちゃ弱いけん大丈夫かな。ひかりさんが酔ったところが見たいのでお酒飲みます。お菓子が選べます。うわ、これめっちゃいい。つまみ、ひかりさんがサンタさんで、はい、トナカイです。ひかりさんを運ぶ動物です。運んでもらうかもしれない。途中で途中で、すいません、ちょっと無理でした。お菓子がもう見えてるけど、お菓子特集特集、ひかりさん特集これ美味しそうなやつ、はい、お、イエーイ、久しぶりだ、ニコニコプロレス。イエーイアクトレスガールズの清水ひかりでーす。よろしくお願いしまーす。そして、アクトレスガールズビギニングの長谷川よしこでーす。よろしくお願いしまーす。アディダー初めて私がニコプロさんに出た時に、うんうん、着てきた洋服なんですよ、これが。アンケートをして、数々の方からダサいと言われ、ダサいはかわいそう。ここでしか着られなくなった服っていう。あ、そうなんですね。そうなんですよ。下もそうなんですよ。あ、なんか、あれ、なんか、ダサ、あれ、ひかりさん先輩。なんかすごい、アディダス愛が強いですね。でも、マスクあ
ディダスですね。アディダスです。アディダス好きが。アディダスは今あります。アディダスはあるけど、全身にはいけないかな。はい、全身にはいけないか。下も、靴もアディダスですよ。素晴らしい。アディダスですよ。あ、バレた。ちょっとそれたおしゃれなの。あ、ちょっとそれてますか。ストレートでいいんですけど、私。ストレートではない。あ、ストレートではないのか。おかしいな。それを着れる吉川さんが素晴らしいです。今日はいっぱい試合がありましたね。はい、11月24日の後楽園ホール大会、うんうん。なんと7試合ですかね。いっぱいあった。もう、休憩なしの7試合なので、今日は盛りだくさんの内容となってます。そうですね、なので最後まで見てもらえると嬉しいですね。嬉しいです。有料登録していただいたら、うん、見られますので、よかったら今のうちに有料登録をしていただけたら、はい、お願いします。嬉しいです。じゃあひかりさん V 振りお願いします。11月20日の後楽園ホール大会の試合の VTR どうぞどうぞ。乾杯しましょう。乾杯しなかった。乾杯。いいですよね。しかもお酒飲みながらこうワイワイやって。いい、ね、普段あんま飲まないんですよね。飲まないですよね。飲みますか？自分あんまり飲まない。そんなに私も強い方ではないので。二人とも強い。なのにお酒を飲むって。私は今日ひかりさんを酔っ払わせたい。いえ、酔いません。2時間ありますから。そうなんですよね。はい、皆さん今日2時間ありますからね。飲みましょう。かわいい。かわいいカラーズ。出てないかも。強く優しくあなたに一生懸命アクトレスガールズ、みんなありがとう。バイバーイ。ありがとうございます。終わり。いいなぁ。カラーズ、カラーズいっぱい。ビギニング。いいもん。多分ね、ミクさんのね、水着引いたのすごいですね。みんながめっちゃ欲しがるやつ。アーミー唯一カラーズで引いたよ。アーミーさんじゃ2個。なんだろ、2個出てる。あ、すごい。なんとなんと。おー、よかった、よかった。パーだ。嬉しい。ありがとうございます。すいません、本日ありがとうございました。お疲れ様です。お疲れ様です。にぎやかに終わりました。今日、ニコプロさんいかがでしたか？でもやっぱ試合をなんかああいうところで見るなこと初めてだったから面白いですね。やっぱりなんか新鮮な気持ちでまた改めて見られますよね。最後のカード模様、不自由って言ってた。カード、はい、BBM カード、なんかまた引きたい。やりたいですね。誰出るんだろうってやりたい。皆さん BBM カードも販売されたので、カラーズ集めたい。もうでも集めてらっしゃる方もいるんじゃないですか。なんか去年と一昨年のやつ、バージョンの時の、去年かな、カラーズとビギニングの全部集めてプレゼントしてくださった方がいて、すごい。当時のメンバー全員持ってるんです。なんかそれって一箱じゃ絶対つまんないじゃないですか。しかもそれプレゼントしてくれたんですか。すごい、すごい嬉しかった。いや、まず一箱ちょっと手に入れたいです ね。 ね、ちょっとあれだけでも盛り上がったじゃないですか。せーの、はい、ドン。カードもぜひ買っていただきたいですし、ね、ニコプロさんも何週間でしたっけ、タイムシフトが。あ、はい、はい、決まってるので、多分これが上がってる時にはもう見られると思うので、皆さんニコプロさん有料登録をしていただいて、ぜひ全部見ていただけたら嬉しいです。はい、はい、じゃあ本日はこれで終了です。皆さんニコプロさんぜひ見てください。よろしくお願いします。光さんもこれから YouTube たくさん出てください。コスチュームで次はお願いします。頑張ります。それでは皆さんありがとうございました。チャンネル登録お願いします。あとグッドボタン、あ、グッドボタン大事、コメントも大事。はい、お願いします。それでは皆さんありがとう。バイバーイ。バイバーイ。